秘宝、梅の FA。梅のさ、何を不動のレギュラーみたいに語ってるねん。お前14年も23年も日尻進出に貢献してねえんだよ。その前に梅坂は FA するのかね。阪神は星取っても結局梅坂ばっかで全然使われへんからな。2軍の肥やしにするだけなら取ってもしゃあないしな。藤川がぼちぼちでもええから梅坂以外にも目向けてくれる監督ならええんやが。どっちかって言うと坂本の方が出ていきそうだけどな、買い手の問題で。梅野より低い金額提示やったら出ていきそう坂本。年齢バランスは気にしなくてもいいんじゃないか。梅野坂本の下は全部空洞と同じでしょう。それに実力があれば1年目から使えるしなければ10年経っても使えないのだから、来年は大学にもいい保守がいるのでそういう観点で年を選ぶのはありだと思う。梅野は一度残留したから宣言しないだろ。坂本は宣言するだろうな。矢野ヘッドコーチを追いかけて名古屋に、どうせ C クラス FA やろ。梅ちゃん、データに頼ったら誰でもできると豪語し、今日も直感に頼ってシーズン中と同じようにオースティンにやられてたね。